敵に追い詰められてチャチャ大ピンチ。このままじゃリーヤとシーネちゃんも危ない。そこでこうしてこうやってウィングクリスバーニング。チャチャさん、そんなポーズじゃなかったような、でもチャチャさんは見事に不死鳥の剣を使いこなしてましたよ。そして敵の騎士を追い払ったんです。でもリーヤとシーネちゃんがあの怖い騎士にしがみついて助けてくれたからよ。無我夢中のうちに、なんだか不死鳥の剣と私の心が一つになったみたいだったの。チャチャも不死鳥の剣の何たるかを理解したようですね。はい。力だけでは不死鳥の剣の本来のパワーは引き出せません。心と技と体、すなわち心、技、体が揃った時、初めて不死鳥の剣は威力を発揮するのです。心、技、体。心、技、体。そう、これこれ、心技体。チャチャさんには10点あげちゃいましょう。はい、10点。リーヤは0点。バーニングフライ。心技体が新体操になってしまいました。みんな浮かれまくってるわ。何しろあれから毎日この話をしてますからね。あんまり浮かれてると落とし穴が怖いのよね。ではアクセス、お前はチャチャたちがまだ未熟だったからとどめを刺さなかったというのだな。弱者をいたぶったとあれば騎士の名に恥じます。しかし今チャチャも不死鳥の剣を使いこなせるまでに成長しました。となればこの私もようやく手加減なしで戦えるというもの。期待してもいいのだな。はっ。いいんですか、あの奴を信用して。大魔王様。なんでやるさ。我が魔力が生んだ殺意だけの騎士、呪われアーマーだ。殺意だけの騎士でやんすか。痛いです。この鎧の中身が、何慌ててるだす。中身が空っぽなんでやんさ。空っぽのくせに動いただす。アクセスだけに任せておく気はない。えい、ウィングクリスバーニングフライ。かっこいいぞジャジャ。ピューピュー。お上手ですよジャジャさん。これならいつまたあの騎士が攻めてきても大丈夫ですね。そうかな。もちろんですよ。なんといってもこの大魔法使いのシーネちゃんがついてますし。俺の力の方が頼りになるよな。なあチャチャ。うめえねえけうんぺっぺでいや。うんぺっぺだぞ。二人ともありがとう。これからも仲良く力を合わせて頑張ろうね。はい。早速特訓開始。ああ。あ、でもその前に大事なことが。大事なこと？何ですか？お昼ご飯を食べにみんなお家に帰ろう。どうしてなのよ。うーん、大好きなショコラガトーもリンゴのタルトもチョコトリュフだって我慢したのに。まさか昨日の夜シーネちゃんに内緒で食べた芋ようかんなの。いやー、こんな壊れた体重計じゃダメだわ。入れよ体重計。さあ今度は大丈夫よね。ゲッ、壊れてる。これも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 。あら、また体重が減っちゃったわ。もっとたくさんご飯もお菓子も食べなくちゃいけないわよね、シーネちゃん。久しぶりだな、ドロシー。まさか。見た、体重計の針。お昼ご飯行っちゃいましょう。まだまだチャチャさんは失敗ばっかりで危なっかしいし、でもそんなチャチャさんがとっても可愛いんですよね。チャチャさん、チャ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 さん、今のままのあなたが大好きです。ついでにリアのパパ。今日の叫びは
様、お師匠様の命を。にしては様子が違うな。どうして、どうしてここに来たの。お前に預けた我が子の、今は出かけているようだな。セラミのところに行ってるわ。やはりそうか。チャチャと一緒にいたシーネは。何を話してるんだろう。ここじゃ聞こえないな。もう少し近づいて。シーネちゃんを連れ帰るつもりなの。まさかな。魔界に住み、しかもチャチャを狙う私が父だと名乗れるはずがない。じゃあ実の父と子が戦うことになるじゃない。私は父である前に戦いの中に生きる一人の騎士なのだ。もし次にシーネが私の前に立ちふさがるようならば斬る。何が騎士よ、何が戦いよ。あなた自分の子供を愛してないの。ちゃんと答えてよ。愛してないの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 。もちろん愛してはいる。だが今となっては互いの立場が違いすぎるのだ。昔と変わったわ、あなた。時は流れたのだ。待って、行かないで。待って、行かないで。まさかこれって敵と味方の間に芽生えた禁じられた恋。幸せになってね。頑張れよ。そんな。さらば。こんなことになるなんて。そのシーネちゃん、いつからそこにいたの。ダメだ、お師匠様を傷つけちゃいけない。ここは何も見なかったことにするんだ。どうもシーネちゃんでーす。やだな、お師匠様、僕は今来たばかりなんですよ。今も今すごーく、今とっても今、つい今仕事ですよ。本当よかったわ。あ、そうですよ、お昼ご飯ですよ。待っててください、すぐに作りますから。待って。え、シーネちゃん、何ですか、お師匠様。あんた大丈夫ですよ、すぐ用意できますよ。本当にこんなに大きくなって。あ、いいのよ、今日は私がご飯を作るから。お師匠様がご飯を。このままじゃ実の父と子が敵と味方に分かれて戦うことになるのは避けられない。あれ、お師匠様、なんか焦げ臭いですよ。いえ、ダメ。そうか、あの騎士と別れるのが絶対に嫌なんだな。でもお師匠様はなんだかんだ言いながらもセラビーさんのことが好きなんじゃなかったのかな。でもしもセラビーさんもお師匠様のことが好きだったとしたら。ドロシーちゃんを本当に愛しているのはこの私です。ふん、ならば戦いで決着をつけるしかないようだな。仕方ありませんね。二人ともやめて、私のために。ああ、セラビー先生、癒し中華もいいよな。大変だ。できたわよ、シーネちゃん。シーネちゃん、お師匠様とチャチャさんを悲しませるなんてダメだ。セラビーさんの気持ちを確かめなきゃ。ウィーブクリスバーニングフラッシュ。チャチャ、かっこいいぞ。やっぱりその格好だと決まるよな。いいでしょう、牛乳パックとか使ってセラビー先生が作ってくれたの。危ない。なんだよシーネちゃん、危ねえじゃねえか。ごめん、ちょっと考え事してて。本当か、居眠り運転じゃねえのか。違うって。お昼ご飯食べてきた。チャチャさん、セラビーさんはいますか。うん、台所でなんかやってる。そうですか。あれ、変なやつ。さあ、できましたよ、セラビーさん。ああ、シーネちゃん、グッドタイミングですよ。ドロシーちゃんのために焼いたケーキができたところです。早めに届けてあげてくださいね。お師匠様のためにこんな豪華なケーキを。ドロシーちゃん、また体重計に乗れなくなるわ。おまけに粉砂糖をサービスしちゃいましょう。やっぱりセラビーさんもお師匠様のことを好きなんだ。よし、ちゃんと聞いてみよう。セラビーさん。はい。お師匠様のこと
ってるんでしょうか。好きですよ。え、はあ、私はドロシーちゃんのこと大好きですよ。待っていたね。やっぱし。だってあんなにからかって面白い人他にいませんからね。からかうよりビビるの方が正しいわ。そういう言い方もしますね。やっぱり危険な恋のトライアングルだったんだ。あのですね、チャチャさん、もしもの、もしもの話ですよ。もしもし、聞こえるか。はいはい、聞こえますよ。あい、聞こえません。もしもしじゃなくて、もしもなのに。ごめん、シーネちゃん。チャチャさん、もしもですね、セラビーさんが。セラビー先生が？そうです、セラビーさんがいなくなったりしたら。やだ、そんなの絶対やだ。セラビー先生がいなくなっちゃうなんて。そんなチャチャさん、もしもの話ですよ。もしもセラビーさんの命を狙うような敵が現れたとして。姉ちゃん、チャチャを泣かすなよ。知らんな。そんなの私がやっつけるもん。ウィングクリスバーニングフラッシュ。そうですよね。ですね。もしもその敵の恋人なんかがチャチャさんの前に現れたりしたらどうします。その恋人って敵の仲間？まあそうなりますね。じゃあやっつける。あ、じゃあその敵の恋人の弟子なんかが現れたら、その人も仲間？やっぱり師匠と弟子ですからそうなりますよね。どうします？敵の恋人の弟子も敵だからやっつけるよな、チャチャ。うん、やっつける。やっつける。やっつける。セラビー先生、やられてしまいました。先生、私先生の仇を討つ。気をつけるのですよ、チャチャ。敵は強いですよ。私やります。敵はあそこです。僕ですか？敵の恋人の弟子だ。敵よ。そうだ、敵だ。シーネちゃん、あなたは敵なの。そうだ、敵だ。敵。あ、なんてことだ。もしもし。さっきからなんかわけわかんないぞ、シーネちゃん。急用思い出しました。それじゃあ、このままじゃシネちゃん大ピンチ。こうなったらお師匠様の本当の気持ちを確かめないと。行っちゃった。変なやつ。おや、シネちゃんはどうしました？給料が重いんだって。給料を思い出したのですか。あ、給料給料。これケーキか。仕方ないですね。それじゃあ私がドロシーちゃんに届けに行きましょう。うわ、ケーキ持ってっちゃうのか。あなたたちには後でホットケーキを焼いてあげますよ。ホットケーキ。わーい、ホットケーキ。チャチャ、リーヤ君、少しの間お留守番お願いしますね。はい。ホットケーキ。またお家を壊してダメよ。はい。おー、強い悪のオーラを感じます。大魔王の手先みたいですね。でも浮かれてるテテたちにはちょうどいい試練かも。そうですね、これも試練です。ねえねえ、そういえば大魔王ってどんな人かな。そりゃ大魔王っていうぐらいだからきっとガーンとしてブルーンとしてガキーンなんだろうなって思っちゃう最近の俺。ズガーンって踊ろうでガチーン。俺の勘ってやつかな。そうそう、そんな感じ。えまでの優しさ、やっぱりいつもと違う。二回戦です。何度やってもお前は私には勝てん。私を甘く見ないでください。もう二人ともやめて。あー、セラビー先生、お腹ポンポンだぞ。おい、水。いい加減にしろ。僕はどうすればいいんだ。どうしたの、シーネちゃん。はい。何か悩み事？いやだな、お師匠様、びっくりしちゃったな。あ、そうですね、新しい洋服ですね。わあ、これ着てみましょうか。そうね、いろいろ着てみたら。あ、こっちもいいですね。シーネちゃん、教えた方がいいのかしら。あ、たくさん
ぱりお師匠様はあの騎士のことが気になるのかな。ちゃんと確かめなくちゃ。あのお師匠様は、え、お師匠様はセラビーさんのことを。私がどうかしましたか。窓から失礼するわ。いけませんね、シーネちゃん。せっかくのケーキを忘れてしまうなんて。セラビーさん、今お師匠様と合わせたくないのに。ほら、ドロシーちゃんのために美味しいケーキを持ってきました。クリームたっぷり、愛情たっぷりよ。あ、そう。あ、何ですか、シーネちゃん。ああ、そういえばシーネちゃん、こんなところでのんびりしてていいんですか。さっきチャチャたちを狙って大魔王の刺客が現れたようですよ。今頃戦ってるんじゃないでしょうか。もうやられちゃったかもね。そんな、カナダ、今行きます。いい子ですね、シーネちゃんは。シーネちゃん大丈夫ですよ、チャチャたちを信用しましょう。セラミ、ああ、ドロシーちゃん、お茶をお願いします。ケーキを一緒に食べましょう。今日のは特に美味しいわ。ざっとこんなもんや。いや、すごい。いや、天才。いや、力バカ。ジャジャにバカって言われた。間違えちゃった、ごめんね。あいつ全然平気だ。いや、乗って。何でって。いや、別に。行くわよ。ちゃんと飛んでる。あいつ速いぞ、頑張れジャジャ。ダメだ。やっぱり。ここまで来れねえだろ。まさか。やったー。ざまみろ、沈んじまえ。やっつけたかな。わかんねえな。リーヤ見てきて。で、こうなるわけね。行くよ。ジャジャ、変身。ダメ、シーネちゃんがいない。本当に遅いな。シーネちゃん、チャチャさん、チャチャ変身だ。いいや、シーネちゃん行くわよ。はい。あ、愛よ、勇気よ、希望よ。マジカルプリンセス、ホーリーアー、ビューティーセレブリアセイントグラリーナビゲーション言えば、セラビーがホットケーキ焼いてくれるって言ってたっけな。
大変でやんす。呪われアーマーがもうちょっとでチャチャにやられてしまったです。何、アクセスはどこかへ行っちまったままでやんす。おのれ、皆さん大活躍だったようですね。お腹も空いたでしょう。さあ山ほどありますから好きなだけ食べてくださいね。はーい。はい、本当に敵の騎士とお師匠様、それにセラビーさん、どうなのかな。本当のことを言うべきなのかしら。なんだかドロシーちゃんとシーネちゃんの様子が変ですね。でもこっちの二人はいつも通りよ。はい、セラビー先生のホットケーキ美味しいね。俺おかわり。私も。アクセスがシーネちゃんのお父さんだったなんて大ショック。ドロシーちゃんとアクセスの中を大勘違いして悩みまくってる大化けのシーネちゃんも、とうとうアクセスが自分のお父さんだと知ってしまったの。ますます悩むシーネちゃん、私たち一体どうすればいいの。次回シーネちゃん宿命の対決、お楽しみに。